ナショナルスタジアム、シンガポールナショナルスタジアムは、カランに存在してい、スタジアムである。1973年に開場したが、老朽化もあり2007年6月30日に閉鎖した。解体された後、跡地には総合スポーツ、娯楽施設である、シンガポールスポーツハブが2014年6月に開場し、スタジアムは、多くのスポーツ、芸術、競技大会や、 国家的イベントに使用されてきた。このスタジアムでシンガポールがホスト国として東南アジア競技大会が1973年、1983年、1993年の3回開催された。また、シンガポール軍隊記念日やシンガポール青年祭の開会式のパレードを行われていた。2005年1月16日には、 東南アジアサッカー選手権の前身大会である2004年、タイガーカップの決勝戦、第2戦が、サッカーインドネシア代表相手に行われた。試合は2から1で、第1戦との通算成績5から2で、サッカーシンガポール代表が1998年以来2度目の優勝を果たした。H&A 方式、決勝戦、第1戦は2005年1月8日に、 インドネシアで行われサッカーシンガポール代表が3の1でサッカーインドネシア代表を下していた。また独立記念日式典は18回行われた。ナショナルスタジアムは8レーンの競争路とサッカー場を有しており、それ以外にも観客席の下のスペースに卓球場やウェイトリフティングなどの設備を有している。大勢の観客に対応するために四千台以上の 車、100台以上のバイクを止められる駐車場を有している。注目を集めるスポーツイベントが開かれる一方で、公共のまたは地元の組織が使用するために貸し出されている。例えば、トラックはジョギングする人に別の方法で利用されない限り、0をシンガポールドルで入場できる。第二次世界大戦後すぐに、シンガポールは自治政府を発足させ独立に向かっていた。 その際、ナショナルスタジアム建設を検討し始めた。まず、1950年代に建設可能な場所として、カラン公園付近が選ばれた。1965年8月スタジアムの予備工事が行われ、1965年終わりまでに、当時の社会問題文化大臣は、政府の方針として、カランにオリンピックを開くことができる基準を満たした、ナショナルスタジアム建設を国家的。 スポーツ複合施設の第一歩として打ち出した。大臣は議会に対してナショナルスタジアムの建設はシンガポールのスーツの宣伝に素晴らしい効果を打ち出し、国際的にもシンガポールのスポーツのイメージ向上に役立つと訴えた。国有のくじ会社であるはスタジアム建設のために1968年に基金を立ち上げた。シンガポールスイープ 宝くじやととの売り上げは、スタジアム建設費の多くをまかなった。1968年から1976年にかけては、約1450万シンガポールドルを寄付した。は、またスタジアム管理会社に対して、立ち上げ金としての780万シンガポールドルの政府借款の支払いを助けた。今日は、独立記念美式典同様ナショナルスタジアムの 主要スポンサーである。シンガポールで初めての独立記念日の祝祭が開かれた1966年12月7日に社会問題文化大臣によって寄稿された。初めの3年半は地ならしと食い打ちによって基礎を作っていった。悪天候もあり、後期より約1ヶ月遅れたが、1970年終わりまでにスタジアムは4分の3ほどに完成しその姿を、 見せ始めた。幅角76メートルの36階段が印象的な入り口を形成した。そして特別なイベントやシンガポールナショナルスタジアムの会場の際に火を灯すために聖火台がスタジアムの中に作られた。1973年6月の終わりまでには30万個のセメント袋300万個のレンガ4500トンの鉄鋼と材木を使用して スタジアムが完成した。1973年7月19日に新しいスタジアムは初めて一般に公開された。ナショナルスタジアムを壊して35.6ヘクタールの跡地に多目的総合スポーツ、娯楽施設であるシンガポールスポーツハブの建設が計画された。2008年4月よりナショナルスタジアムの取り壊しが始まる予定であり、 が2011年に完成予定となっている。建設の入札を募った結果、オーストラリアのマッコーリーグループが、中心のシンガポールゴールドコンソーシアム、地元建設会社のウォーハップを含むアルパイングループ、国際設計会社のアルプスポーツなどで構成する、シンガポールスポーツハブコンソーシアムの3つのコンソーシアムが最終候補となっていた。2008年1月19日、ビビアン・バラクリシュナン、 社会開発、青年、スポーツ大臣は、フランスの大手建設会社、VIG の子会社であるドレアゲイジェスシンガポールが率いる、シンガポールスポーツ派コンソーシアムを選択した。2007年6月30日に、フィールド・オブ・ドリームス、A、トリビュート・ツー・ザ・ナショナル・スタジアムと題する閉鎖式典が行われた。式典には4万5千人が、式典に詰めかけた。シンガポールの過去、 現在におけるアスリートや SR ナザン大統領、議員、閣僚が出席した。式典前には、かつてのシンガポールとマレーシアの代表によるサッカーの国際試合が行われた。その試合の後、東南アジアサッカー選手権を制したサッカーシンガポール代表とサッカーオーストラリア代表の試合が行われた。結果は、サッカーオーストラリア代表が プレミアリーグで活躍しているマークビッドゥカの2得点とハリーキューウェルの1得点で3カラー0と勝利した。しかし、これはこのスタジアムにおける最後の試合ではなかった。2007年11月9日に 2010FIFA ワールドカップアジア予選の第2ラウンド第1戦がサッカータジキスタン代表との間でナショナルタジアムで行われた。試合は2から0で、 サッカーシンガポール代表が勝利した。なお、サッカーシンガポール代表は2007年11月18日、第2ラウンド第2戦を、タジキスタンの首都ドシャンベで行い1から1で引き分けた。この結果通算成績3から1で、サッカーシンガポール代表は、第3ラウンドに進出した。ナショナルスタジアムは41年の歴史を刻んだ。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。